手本のラグナーが勉強させてもらいます。さあ本日のオープニングマッチと同じ組み合わせ、はい、本当だ、はい、もうあんな優しい試合じゃないからね。僕はもちろんステリーから勉強させていただきましょう。お互いにここは学びましょうよ、モーさん。はい、足でドバルを繰り返して徐々に体重を上げていってもらう。フェイターカウントよ、投げてくる、クリアリッジ、うん、ウエストでかい。これ画面足背負う形になってしまったラグナガはカウンターヒットに、もうだからそして振り落としてった画面は抜けれないですね。すごい、ここ画面が怖い。師匠頑張ってほしいさあ師匠の体力残り2割3割といったところは、しかし中盤からビットキャンセル、大きい当たりが出ました。おそらくめくり機みたいな、はい、この技は、はい、後ろのなんか煙みたいな、はい、噴出を当てると多分おそらくいい感じでダメージが上がる。反対側に回して、はい、リバー系をするとそのまま非常に引き止めるっぽいですね。そうアップラスでガッキーだ。これはしっかり落としてるガッキー、ここはね下から投げ上げてしまう。まあ、あーおお締めてもうラッシュして弱がっていく。ラッシュトリガーガルテット先へタッチタッチリー、おまだ落ちてくるから4000点4000点ゲージ20これ普段から普段でかいダッチダッチ、ミッソミッソ勝てばいいんですよ、勝てばいいんですよ、勝てばいいぞと。まあまあここはもうちょっと無理してもっていうところだったんじゃないですかね。さあ両レイですじゃない両ラグナーそれがねファイナルラウンドこれはうまいタッチにしっかり残りにしていいんだが、引き寄せもまだこれは速い段階で使ってがダメージ飛ばしつつ画面8位を追いかけるというところいいダメージになって4000ぐらい次は素晴らしい一撃、これはいいディバイダーいけるぞ。テルズファングラビットシュッシュからこれは投げ抜ける、シュ投げよく見ますね。これはシュアリングフィガードからのスミレトクセンター始めやすおせぶっ飛ばしたい画面し投げてた後投げよくまでこう立派なでかいと聞いてますが、そうなんですよ、出ると完全からだ噂だが、はい、この後ろ投げからさあお互いワーストこれはまずいこれは逆だろうえない、あーっしゃー空振りは、これ釣りでしたね、その後に来てるまでぶん殴ってみましょう。これまた南さんの快進撃が続くんじゃないですか。また南さんが小数を重ねていくのか師匠師匠どっかで聞いたことがあるんですけどね。さあ、小石さんが座って、はい、この辺まで行ったらまずいかもしれない。これ次で5戦目だ、これちょっとなんかプレイヤー同士でどうなんか相談が行われてますけどどうやって倒すかみたいな、はい、なるほど。さあね、ボタン取ればちょっと拭いて、はい、担当キャラですからね。あ、確かにそうですね、はい、これはあ、そうですね、小石さん、あのセリカを担当して、これは担当でもあるんで、まあ対策ができてるんじゃないですかね。それを一体セリカ、はい、担当ライターの名にかけて、はい、これは負けられないです、はい、ここさん、結構ライティングする前にかなり対戦でずっと調べてましたからね。そうなんですね、はい、よく見かけてました、はい、じゃあもうこれは 100-0 だと、はい、いけるんじゃないですか。弱点を知ってると思いますよ。フラグが立っていくか、フラグが立っていくしかしこれは待ってくれ、中段からスイバー、これは弾は届かない距離、スリクセバー上から打ってストリクセーバー、さあまとまったダメージは高いな、いない後ろに回る投げは前が外になってしまったか、上から行きたい全員かというような形になっているのか。南さんはジャンプを対応してくる、さあ
攻撃逃げ攻撃逃げからこれはストレッチとか落として、うわー素晴らしい、すごいところ AK と全て直下してジャスティスコライザーで回り込め中段見えてるぞ、ダービットキャンセルからポカポカ、うわーすごい割っていく、さ時間もだいぶ、うわー痛い、あー待った、これはこれはやっても太田系なのか、やっても太田ってやつですか、時間がないぞ、何ができる、あーっと今もうね見せたかったあの映像俺よりひどかった俺よりひどいガチャブレだった、第2ラウンド、これはこいつに左右が攻める展開になっている、また先ほどのラウンドとは打ち勝て、今度はゼルがやっていく番になるか、これはさあ仕込んでいく、ストライクボールで落として、ゼルがまずは頑張って、あーこれはまだまだ終わりか、これは次第ともこれ受け身は取れてないか、まずバウンドになってるか、3点のダメージ、もうこれは強い側は無理する必要はありますね、だいぶじっくりいきます、おーちょくてるひどいダメプスか今のは、いや時間が溜まれば、なるほどね、ゲチ回避もありますからね、たプレイトルーム、攻撃を当てるガードスルーしないとゲージがたまらなくて、はい、体力が残り3割切らないと自動増加もないので、はい、今のは完全に、はい、煽りです、解説が優しい、優しいです、 100% 煽りだと、はい、あの行動に特にいいであります、クリカスの意味はありません、最終ラウンド、最終ラウンド互いにまだね、画面を行ったり来たりしてもダメージを、あっとね、ちょっとフィールドを使うような展開になってはいるが、これスリカが若干なるボールがある、これがまだノーダメ、時間が時間は相当使ってるよね、まだまだまだダメだと、しかしスリカはついに触って両足追い込んで中段が見えている、セリカの中段ガード広角なんですかね、今ラピットしてましたもんね、結構ラピットキャンセルで戻してるみたいな、もしかしたらなんか味が多いのかもしれません、ですよね、はい、そらくそうですね、半角みたいなことは今ちょっと話が聞こえてきましたけどね、はい、画面が白すぎて、あのね、直画がみんなすごい、おかずんけの白、おお、あーと、ゲートチャンスコライザー割り込み、これだけしっかり取ったね、はい、まだ入る、はいはい、いいな、さすが、弱点分かってるんですね、何が見えてるか、バッと読み上げる、